小さな巨人キクカワがアメリカへ。まずは正体を隠し潜入調査。すごいもんね、体重乗ってて重そうなパンチ。ワン、ツー、スリー、フォー。また変な格好差し入れ。アイドル系の格好差し入れ。空手チャンピオンであることを一切気づかせないためアイドルに変装。日頃めったに履かないスカートで必死にアイドル。どんな人物が待っているのか。いよいよターゲットの道場へ。空手命命え、かわいい命。プレハブのような建物、これこそが噂の空手道場。本当に命だ。命空手。命空手。なんで命になっちゃった。まさか爽やかな道場主が待っているのでは。いざぶっこみ開始。これなんか広い。巨漢。はじめまして、日本から来た菊川由衣です。本当に空手やりたいの？習いたいです。空手の稽古は大変だよ。頑張ります。空手は何年やってますか？もうかれこれ23年かな。すごいじゃん。俺の空手の実力が気になるだろ。気になる。せっかくだからいたわりを見せてあげる。空手の試し割り。分厚い板や瓦を突きや蹴りで割る。日頃の鍛錬が成し得る技と。奥からバースデーケーキを運ぶようにイノッチが持ってきたのは、まあ、細い。若干不自然に積まれた木の板。おかしいじゃん、並べ方なんか。ふっかふか。絶対割れるよね。顔がもう。よーく見ておくんだ。はい、はい。おお。迫力はすごい。これが俺の実力だ。道着が95ドルで、T シャツが15ドル。合わせて110ドルだ。練習したいんで。買います。正しい選択だ。これで強くなれることを約束しよう。じゃあここのトイレで着替えてきてくれ。いや、本当言わせる顔が見たい。すごいピンクですね。初体験です。しかし道着の色よりも驚きの命流がこの後明らかに。敵が攻撃してきたらまずは肩幅に足を開き、X。 さあみんな待たせたな。日本から俺に空手を習いに来た新人が今日から参加する。さあ稽古を始めるぞ。命よ、これは突き指などの怪我が多くなってしまうやってはいけない握り方だ。拳ができたら次はパンチの出し方だ。俺の動きをよく見てろよ。やったことない人っぽい。猫パンチ。膝を少し曲げて。ああ面白い。拳を構え、右と左と交互にまっすぐ素早く動かす。交互に素早く。早いだろう。じゃあストップって言うまで続けるぞ。ゴー。全然使わないね。すごいなこれ。見たことない。やっちゃったよ。何あれ。遅い遅い。スピードはスピード。ブルースリーはもっと速いぞ。そんなんじゃブルースリーになれないぞ。一緒になってる一緒になってる。後ろの子一緒になってる。ってる。後ろの子ゴー。命。早くつらいのかよ。命。ゴー。最初はこれもっと早く。後ろ踊ってるの。後ろの子かわいそうだな。みんな真剣やってんだよ。大人も早い。面白い面白い。これ面白い。ダメだ、全然気合が感じられないぞ。そんなことでは
俺のように強くなれない。もっと強いの？お前たちやる気あるのか？迷っちゃいけないやつだよ。一気に仕留めるんだ。ダメでしょ。いいか、やられる前にやれ。それが空手だ。始め。やめ。早い。始め。ピンクと緑すごいな。始め。始め。笑いこらえちゃってっからね。何してんのこれっつって。面白い。始め。殴るときはキアと声を出す。キア。なんじゃそりゃ。始め。やめ。始め。キアなんだよ。やめ。見てみろ。両手を剥がそうとしても剥がれない。剥がれない。そのために行うのがマスクマン空手ショー。3日後マスクマン空手家がやってきてショーを行うことになっている。その正体はもちろん日本が誇る空手の達人、菊川由衣。ショーに登場した彼女は命たちの目の前で空手の精神と圧倒的な強さを披露する。彼らが目を奪われたところで正体を明かす。こんな楽しみなことないわ。果たして彼らはどんな反応を見せるのか。これで2人の敵をノックアウトだ。猫パンチ。そうそう後ろにやられちゃう。パワーはすごい。いいぞ。握手。さらに子供まで。あの子だ。一生懸命やってるもんな。声はいいぞ。肩もないんだね。肩ないね。がむしゃらに二人やっつけろって。拍手。何をしにアメリカに来たのか忘れかけそうになる謎の警報。これが空手？主婦のストレス発散ではないのか。拍手。よし、次はユイの番だ。キヤ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 。ちょっとやっぱちょっと空手っぽいなんか方になっちゃってね。ちょっと腰入っちゃったね。入っちゃったね。やっぱ下手にやるの難しいんだ。握手。菊川は心の中で叫んだ。空手は敵を傷つけるものではない。まして武器など使用しない。日頃の厳しい鍛錬で自らを鍛え上げるのが本当の空手だと。しかし、ね、そうだね。命の信念とか考えてることは本当にすごいし、逆に尊敬すべきことだと思うんですけど、その辛い練習とかそういう練習を乗り越えて自分に勝ってそれで強くなっていくっていう、私たちのやってるフルコンタクト空手のことも知ってほしいですね。全然違うもんな。明日のショーはもう全力で頑張って日本の空手を伝えたいと思います。はい。決意は固まった。はい。いよいよ、そしてその時は来た。じゃあぶっ込め。さあ皆さん、お待たせしました。空手マスクマンによる空手ショーの開幕です。まずはオープニングセレモニー。炎を使った迫力のパフォーマンスです。それでは空手マスクマンをお呼びしましょう。空手マスクマン、ようこそアメリカへ。ようこそ命空手。お会いできて光栄です。ああ、よかった。全然気づいてない。
私と変わらないわ。真の空手を見せる空手ショー開幕。まずは空手の基本突きを見せていただきましょう。拳の握り方はな、固く力強く握るんだ。親指は一番上に来るようにする。もっと早く。命よ、正しい月よ、その目でしっかり見るがいい。さあ手に注目してください。正しい拳の握り方です。小指から順に折っていき、親指は外側でしっかり握る。この握り方でないと休養したり怪我をしてしまうそうです。違うぞ先生と思っちゃってるよ生徒は。さあ聖剣突きを見せていただきましょう。聖剣中段突き、はい、移動していい。空手は敵を傷つけるものではなく己の鍛錬、厳しい練習に耐えてこそ実力が身につくそうです。パパ、うちのやり方と違うね。やばい。パパ、あの人に教えてあげたら。あ、まだそっちなんだ。そうだな、まだそうなんだ。用意。さあ続いては蹴り技です。軽やか。いやかっこいい。ピッチ空いてる。すごい速さだ。言葉が出ない。なんて速さなの。絶対真似できないわ。驚いた。空手はスピードだけでは勝つことはできないからね。せっかくだからいたわりを見せてあげる。これが俺の実力だ。どうですか。これは熱すぎるんじゃないか。俺は試したくもないね。試したくもないんだけど。できっこない。これ喜ぶわ。なんてこった。信じられない。人間なの。かっこいい、うん、すごい。今すぐ娘を日本に留学させたい。なんだあれは。体重が乗るってこんなすごいんだよ。
力が違うね。すごい。これはわかるだろうね、すぐに。武器なんかもう必要ないね。ですね。弟子入りしたいです。あんなに小さい体で信じられない。騙してしまって本当に申し訳ございませんでした。いや本当に驚きました。まさかユイさんだったとは。うるうるしちゃう。皆さんに日本の空手も知ってもらいたくて日本から来ました。おマイクを貸してくれ。みんな聞いてくれ。最初彼女を見た時この街にネイルをしに来たのかと思ったら本物の空手を見せてくれました。我々にとってまたとない貴重な経験でした。本当にありがとう。ここからが菊川の本当の使命。命空手の彼らに日本の正しい空手を伝授する。おっす。初めて言ったっぽいな。おっすってね。確かに。おっし。ちょっと手段突き軽く一二、三、三、一、二、三、三、三、四、三、五、三、六、七、三、八、三、九、三、三、足が回るぐらい腰を入れて、しっかり体重を乗せて打ちます。初めて体験する日本の空手。はい、難しいんだよね。曲がってる曲がってる。命だ。命曲がってる。指曲がってる。はい、OK。時間の許す限り菊川が全力指導した。これはちょっと難しい。菊川が帰国後に抜き打ちチェック。あれ変わったの。すると菊川の教えを守り正しい突きの練習が行われていた。生まれ変わった。確かに違うね。おお、いいよ。真剣な空間になってる。
道場に入る時の挨拶もしっかり受け継がれていた。やってる。ユイさん、命空手に来てくれて本当にありがとうございました。あなたから習ったたくさんの技術をこれから道場の仲間たちに教えていきます。